フランク人は元来、ドゥクスを呼びレグルによって位置づけられていた。サリ族のメロビング家がフランク人の間で対等し、ガロローマ地区を征服した。同時に507年には西元王国の領土を征服した。クロビス一世のモロコアブルグンとおよびアレマン人を征服した。彼らはプロバンスを獲得し、バイエルンとチューリンゲンを従属せしめた。 メロビング家は8世紀には後世にカロリング家と呼ばれる家系にとって変わられた。9世紀までにはカロリング屋自身も王国内のその他の家系にとって変わられた。フランクの王内氏、レックス・フランク・オラムという観念は12世紀から13世紀にかけて次第に消えていった。古代ゲルマン人の監修に従って次第に族長の息子たちの間で領域が分割され、 その死後に再び統合されたことから、フランク族の支配者の年表で表すのは困難である。資料には多くの空白が残されていることから、初期支配者の一覧は不完全である。以下に挙げる全員は、クロビス一世といくらかの関わりを持ち、最終的には509年以前には王位を追われた。全フランク人の王クロタール一世はその兄弟を呼び、後継者が死んだ後に、 全フランクの地を相続した。クロタール一世が死ぬと王国は再び4人の息子間で分割された。クロタール二世はブルンヒルドを及びその孫を破ることで王国を統合した。しかしながら623年に特定の勢力を懐柔しかつ国境の安全を確保するために彼らの王として息子にアウストラシアを与えた。 息子で後継者のダゴベルト一世は629年にアキテーヌの副王に任じられてトゥールーズに634年にアウストラシアに落ち着くことで競い合った。テウデリック三世は679年に全フランク人の王として認められた。この時からフランク王国は再び単一国家として扱うことができる。しかしそれは内戦のためごくわずかな期間であったが、 ピッピン家は当初はメロビング家の王の下で最初にアウストラシア、後にネウストリア及びブルグンとの救済を務めた。687年にピッピン一世はテルトリーの戦いでネウストリアを征服した後にフランク公の称号を用いた。これは同時代の年代記にピッピン一世の統治の始まりとして記載されている。715年から716年の間、 ピピン一世の子孫は後継をめぐって対立した。716年からの内乱において、ピピン二世の諸子カール・マルテルが、ピピン家着流のテウドアルドに勝利し、カロリング家を創設した。752年3月に、ピピン三世は、フランク王となり救済は消滅した。カロリング長は、メロビング長にとって変わった。ルートビヒ一世は、生涯の間に、 自身の帝国の分割を何回も言った。最終的な分割は838年のボルムスで行われ、シャルル一世がキテーヌを含む西部を、ロターール一世はイタリアを含む東部を、ルートビヒ二世はバイエルンを相続することとなった。しかしながら、840年にルートビヒ一世が死ぬと帝国は3年間内戦状態に陥った。年のベルダン条約で、 フランク王国は分割された。ロタール一世は皇帝の称号とイタリアを保持することが許されて、新たに中、フランク王国を建設することがかない。その領域はテーロレーヌ、アーヘンを含むラインラント、ブルグンディア、プロバンスを含むイタリアから北海に及ぶものであった。シャルル一世は、ピッピニ一世の息子である、ピッピニ二世が対立しているアキテーヌの地を確保して、 ロタール一世の王国の西側に西フランク王国を建国した。ルートビヒ二世はバイエルンを確保し、ロタール一世の王国の東側に東フランク王国を建国した。以下の表には帝国内の王、特にイタリア、プロバンス、ネウストリア及びアキテーヌといった王国の西、中、東部の複王のすべてが載せられているわけではない。ありがとうございます。